Oh, okay. So yeah, we definitely gotta do the story then. アマダ少尉とアイナさんの関係って恋人？でも連邦の士官とジオン将校の血縁よね。東南アジア戦線で戦う以前から敵味方の関係で合っているんだよ。二度にわたって生き延びるために協力するうち、互いの理想や価値観が近いことに気づいて、自然に。素敵な話だけど敵味方の立場は変わらない。アマダ少尉はどうするつもりなの？彼は連邦軍を抜けたよ。ノリス・パッカード大佐、あのグフカスタムとの戦いの後でね。そんな敵戦逃亡扱いになるじゃない。サクラ、何とかしないと。ユノ、落ち着け。ユノ、脳波レベルかなり乱れてる。ユノ姉さん、あんまり入れ込みすぎちゃダメだよ。あくまでも私たちの目的は正しい歴史を成立させることなんだからね。Six and a half hours later. ノリス大佐はアマダ少尉に敗れたのね。ガンタンクの全滅と引き換えにね。敵の新型モビルアーマーはこの時です。アマダ少尉。君たちはギャザーロード隊の。今回私たちの新番招待じゃないの？久々に正式な舞台名で呼ばれた気がする。俺に付き合う必要はない。俺は軍を抜けた身だ。アマダ少尉、敵前逃亡は中殺じゃ。逃げるつもりはない。アイナを止める。なぜそこまで？アマダ少尉さんはそういう子供の人だから。でもそれが歴史を作るんだよ。飛ばしすぎたか。少尉、どうして軍を抜けるなんて。敵味方に分かれて戦ってはいても、いい人間はいる。分かり合えるんだ。俺にはそれがこの愚劣な戦争でただ一つの希望だと思っている。でも私たちは戦争をしているんですよ。ユノ姉さん、ガンダムの乗り込みは多いんだよ。そういう信念を持つ人が。みんなを巻き込んでしまって本当にすまない。ねえ、ウィアイ、ガンダムが選ばれるということは。ギュッ、そこだ。ナイス。やらせるか。Yeah, I didn't get all that. Aina ga. Sakura, transmission on board. 連邦に次ぐモビルアーマーのパイロットアイナ・サハリンです。私は一時休戦を申し入れます。直ちに攻撃を中止してください。バカな。ケルゲレンが無事に脱出できればそれでいい。威嚇するだけで十分です。攻撃を外して交渉を。やっぱりアイナだ。これがアイナの戦い方なんだ。これから基地の傷病兵を乗せた艦を脱出させます。お願いです。その間だけ攻撃をやめてください。貴様、見ていてください。これが私の戦争です。アイナ、やっぱり君は急いだ方がいい。招待所さん、おかしいよ。
展開が早すぎる。まさか時間軸に狂いが生じているの？ Some more enemies all the way back here.I gotta do it myself. Everybody look sharp. Oh, sweet merciful Jesus Christ. That's right, there's a Zaku head in the middle of that. I didn't even notice that. Aina, dare to ishu nanda? Kinia Saharin, kijitsu shoujo desu. Apsarasu no kayakusha de, kanojo no oniisan. Okay, you can smash us. Okay, cool. Jitsu no hani.アイナは兄さんの早釣り人形になりたくないと。少男女、こんな悲しい戦いはしちゃいけない。モビルアーマーの動きを止めて。ガスが当たれ。当たれ。私の前に出てくるとは、すぐに楽にしてやる。ジーザス。沈め。すぐに楽にしてやる。私の夢の障害になるものは全て。逃しはせんぞ。とばかりの力を思い知るがいい。まっすぐか。近づいてくるのは全て敵だ。正気か。連邦の人間を信用するなど。お前だとて敵の冷酷さは分かったはずだ。Oh, damn, he ducked under. That was nice. 復讐したからといって兵が生き返るわけもない。どうやらお前とは言葉が通じないようだな。あなたとはもうずっと前から私には、貴様、愛など粘膜が作り出す幻想に過ぎん。母様もそうやって我らを捨てたのだぞ。かわいそう。だからこんな鉄の支給が必要だったの。分かったようなことを言うな。これは戦争なんだ。いいえ、これは死闘です。うわあ、邪魔をするな。Damn, he moved. Then a cutscene happened. Damn, he going nuts. What the hell? Aina,
そんな、また一緒になれた。生きていた、アイナが生きていた。弾が止まっている。アニがくれたこの時計がまた二人をつないでくれた。アイナ、生きていたのか。すぐ楽にしてやる。アニが妹を殺し、this damn what's called shit. Yeah, Ravi, I'm just right here. Just going to do it. Okay, just leave me alone and just okay. Somebody come back and revive him. Oh, fuck me. Fuck. He saw me. I couldn't even fucking move. Alright, he's targeting me. I was trying to block. I wonder where I get revived. Nope. Yep. Like, it was close. Damn, directly on me! I tried to block. Finally, shit. Bakana, waga hime, koko de kuchi hateru to iu no ka? Apsaras 3, gekiha kakurin. Kore de shijutsu ga seiritsu suru hazu. Know your fucking place, trash. Seishita no sai wa jidou shuufuku modo de taisho? Sakura, gomen. Yappari naritatanakatta? Okogoto wa ato de suru toshite. トゥルーミッションの再登録はできそうだよ。ともかくブレイクアウトするね。少しだけ歴史をねじ曲げちゃったのね、私。俺たちの勝ちだ。Meanwhile, you know, Astarto Tokumi Socho, Uchu Seki, UC0079 no chimbus, Tense no Sayo Mutsu programmer. Yahari, Yatsno Mitateva perfectoka. Turu mission yoite, Tasho toaye, Lexino Kaizan was Seko Saseta. Dana, Konomama,
より深い階層で歴史介入のデータを奴に与えるようなことになれば、これ以上はデジスキャンの時に俺のことが知られてしまうか。何か方法はないか。レディ・ユノに真実を伝えるために。 OK。コズミックイラのトゥルーミッション。前回はアークエンジェルが撃墜されちゃって任務に失敗したけど、アイナさんのアプサラス3ね。今度は大丈夫なの？確認する限り不明なデータはないみたい。もしアイナハブガンダム。全てのデータ揃ってる。全てのここに舞い降りるべき彼も。多分ね。その思いと力がきっと状況を打破してくれる。アマナジョイがアプサラスを一声でブレイクアウトさせたようにか。ここはそういう力が集まる場所なのかもね。さあ出撃しよう、小隊長さん。アラスカ基地の状況は前回と同じだよ。サイクロプスは止められない。よし、戦いだ。ついてこい。あとはキラ・ヤマト君ね。前と同じで時間がないよ。急いで、小隊長さん。ブレイクミッションの時と状況に違いはあるの？敵はソフト軍だけみたいだけど。前回入れなかったブロックが入っ、アークエンジェルにフラガ少佐さんが帰還したみたい。誰？味方なの？ムーラ・フラガ少佐。エンディミオンの高の異名を持つエース。頼れるみんなの兄貴分ってとこかな。通信開くよ艦長。すぐに撤退だ。あ、ブレイクミッションの時にこの直後に撃沈されたんじゃ。今回は大丈夫なはずだよ。こいつは飛んだ作戦だぜ。守備軍は一体どういう命令受けてんだ。まさか自爆のことは誰にも知らせれてないの。味方にまで。いいか、よく聞けよ。本部の地下にサイクロプスが仕掛けられている。作動したら基地から半径10キロは要航路になるってサイズの代物が。この戦力では防衛は不可能だ。パナマからの救援は間に合わない。やがて守備軍は全滅し、ゲートは突破され、本部は施設の破棄を兼ねてサイクロプスを作動させる。それでザフトの戦力の大半を奪う気なんだよ。それがお偉いさんの書いたこの戦闘のシナリオだ。そんなことって。俺はこの目で見てきたんだ。司令本部はもうもぬけの殻さ。残って戦ってるのはアークエンジェルのようにあっちの都合で切り捨てられた奴らばかりさ。軍隊っていうのはどの歴史でもこういうものなの。アークエンジェル、こちらアラスカ基地守備軍、援護に向かいます。脱出を。すまん、お前たちもここから退避しろ。脱出もかなり厳しいが諦めるな。本艦はこれより現戦域を放棄離脱します。総員第一戦闘配備。でも基地は中も外もザフト軍でいっぱいよ。脱出は可能なの？大丈夫、あとは彼が間に合ってくれれば。Oh, okay, so these are explosives. I see that now.
hanging outside. ゲートをくれてやったんだ。こっちは見逃してくれたっていいだろうが。ここまでなの。ナミアス艦長さん、諦めないで。ここは私たちシビルに抑えます。援護お願い。お前たちも無理するな。この基地は最後の手段を使う。自爆だ。了解してます。でもギリギリまでザット軍を相当します。オズボロ級潜水母艦は厄介だね。 対空性能が高くて、アークエンジェル取れない。水面に顔を出してる潜水艦ね。翔太ちゃん、最優先で攻撃して。解放された剣が振り下ろされるまで。また潜水艦が浮上。翔太ちゃん、場所を確認して。ほっとくとアークエンジェルがやばい。損傷箇所の修復急いで。敵は待ってくれないわよ。いけない。アークエンジェルの推力が圧力が低下してる。回避運動急いで。このままじゃ持たない。 Oh, who the hell was that? Oh, shit. Here in the Yamato, I'm triggered. フリーダム艦長、それで歴史がつながった。平山田君、応答願います。ユノちゃんにサクラさん、どうしてここに。それよりも連合の作戦で本部の地下にサイクロプスが仕掛けられてるんだよ。えアークエンジェルはおとりに使われたの。もっと基地から離れないと。わかりました。招待長さん、フリーダムと一緒にアークエンジェルの回路を確保して。ザフト、連合、 両軍に伝えます。オープンチャンネルで通信を。アラスカ基地はまもなくサイクロプスを作動させ自爆します。両軍ともシェリー、シーズ・オーウェイ・オブ・ヒア。戦闘を停止し撤退してください。彼は全ての人を助けようというの。何かをなそうと思ったら思いだけでも力だけでもダメなんだよ。それを両立し得るのがあのガンダム。繰り返します。アラスカ基地はまもなくサイクロプスを作動させ自爆します。 両軍とも直ちに戦闘を停止し撤退してください。あいつだが、ここはノルシカないか。艦長、今のうちだ。急いで離脱を。招待長さんたち、支援をお願いします。撤退の準備も忘れないで。僕の言葉、よし、敵の追撃を振り切った。急ぐんだ。もう時間がない。機関最大離脱します。キラ君、 もう時間がない。アークエンジェル追って。招待長さんたちは私たちはすぐに離脱します。心配無用。わかりました。ご無事で。これで正しく歴史が進む。爆発前に私たちもブレイクアウトするよ。あんたならやってくれるって信じてたぜ。 Now, due to constant frustration and all that stuff, and highly recommending to get a goddamn external hard drive for the PS5. Alright, let's do this. トレマヨ2を助けに行くんだね。前回はデータが欠落してたけど、今回は大丈夫。修理中のトレミーは持つの。戦術予報士のスメラギリ、ノリエガさんをはじめ、ソレスタルビーイングのクルーは優秀だよ。今回はガンダムマイスターたちも戻ってるでしょうし、4機のガンダムで守ればなんとかなりそうね。残念ながら1機は GN 粒子切れ、もう1機は交流が遅れてるから 戦力は半分だね。遅れている方のマイスターは間に合いそう？無理だね。刹那 F 聖夜君には彼にしかできない役目があるから。アザディスタン王国の王女様マリナ・イスマイリさんに会うっていいね。僕の王女様って支援者？残念ながら武力によるセンスを根絶を掲げるソレスタルビーイングとは全く逆の立場の人。一貫して
対話による平和を説いている人だからね。その二人が会うことで歴史が動く。彼女と未来を作る子供たちの歌がやがてね。それはまたしばらく後のお話だよ。なら今やるべきは半減した戦力を補って母艦プトレマイオス2を守ることよね。ただなんかミッションデータが乱れてて不時着位置が確定してないみたい。今回はどこに降りたか決まってないってこと？トゥルーミッションでしょ。どうにもデータが不安定なんだよね。同時間軸で干渉してるデータがある。同じ時間に起きている別の事象がエラーを引き起こしてるってこと？ Yeah, it's time. 実際に出力して調べてみないとなんとも。プトレマイオス2の所在確認もあるしね。トレミーの安否が観測された時、初めてトレミーの不時着場所が確定するわけだから、それを生死として再登録するよ。はあ、シュレーディンガーの猫。ショウジスケットレミーか。できません。こちらの想定以上、僕たちが力を合わせれば。よし、戦いだ。ついてこい、ルビー。あ、今、向こうに着地した機体は。アリオスガンダムとセラビーガンダム合流しよう、小隊長さん。こちら、ソレスタルビーイングサポート部隊、トレマイオス2まで支援します。協力、感謝する。無理はするなよ。でも、少し無理して進む必要があるかも。トレミーが撃沈される前に。僕の仲間を落とさせやしない。守ってみせるんだ。アローズの増援が続々と来てる。物量で押されるとまずい。これ以上の進行は食い止める。味方を見殺しになんかしない。途中でイノベーターの妨害がありえるよ。みんな、気をつけて。油断せずに行くぞ。甘い。ガンダム、ソレスタルビーイングか。またアローズの増援、邪魔はさせない。 That's the wrong thing to be action right now. 私たちがやることは変わらない。招待官さん、連携して。先日通りミッションを継続する。落ちるよ。邪魔をするな。こいつ撃ってみる。これだけの敵戦力、それマイオス2は防ぎきれるの？方向システム、火器管制通信、センサー類の損傷が甚大なんだよね。
Damn, he's back. Jump your ass. モビルスーツの損傷団、このまま押し切って招待所さん、ガンダムマイスターズ。拳はどうだ。やるな。ここは撤退するしかないようだ。 Oh shit, it's still going. I thought it was over. ダークン、早々に終わらせる。やっぱりもう一機近接回避のやつね。人類のために不要な存在は排除する。イノベーター、やらせはしない。人間を何も知らずに支配だけを企む者たちなど、未来は私たちで作り出さないと意味がない。どうだ、取れ前を普通を守りつつイノベーターを撃破して。 邪魔をするな。こうなることは初めから想定できている。我々は君たちとは違うのだ。ここで消えてもらうぞ。私の手によって。まだよ。ここで私たちがやられるわけにはいかない。悪あがきが過ぎる。非力すぎる。データのバックアップがあるからといって消えりゃあおで。君はイノベーターだ。我々
と共に使命を果たせ。断る。ゼルリア君ってやっぱり、正確には彼もイノベーダー、量子コンピューターベーダーの代表。全てはイオリアの計画に即している。同類を撃つとは忍びない。やらねばならぬ使命がある。譲れないものはこちらにもある。イオリアに生み出されながら人類の支配だなんて。押されてる。刹那君たちは戻ってこれないよ。だから彼も今は戦ってるんだってば。アガディスタン王国でオルツミッションに推奨するデータが。どれは忘れましょうね。スパイ意味もわからぬ者どもが。これは何、歌が聞こえる。マリナ・イスマイルさんに作った曲だ。未来を作る子供たちの歌。Who's playing a track? お前を許さない。僕は人間だ。あの時誓ったのだ。仲間を守り、敵を倒すと。僕たちは負けない。何度戦おうとも。再び世界を変えましょう。未来のために。よかった。トゥルーミッションが成立した。小隊長さん、本当にお疲れ様。歌、未来を作る歌。I mean, we did good on that one. Very good. この directory のトゥルーミッションの再登録完了確認。しかし、ユノ姉さんさすがだね。フラグメントキーの修正や組み込み、さらにレベルアップしてる。まあ、プログラミングは本職だからね。でも、アマダ少尉さんとアイナさんの件は感心できないかな。うん、それを言われちゃうとごめんなさい。史実を成立させることに成功はしたけど、異なるシミュレーション結果は管理システムから警告が来るよ。あの、来た？幸いにもまだだよ。結果誤差は許容範囲だったんじゃないかな。自動修復モードで対処が始まってるし。誤差だったという情報がサクラに伝えられていないのは気になるけど、頼りがないのは元気な証拠って言葉もあるし、私は私の仕事をするだけだよ。今回はこっちからガベージスペースにハッキングをかけて次のディレクトリに進むよ。そんなことできるのか、サクラ。日野姉さんのプログラムを改造したツールだけどね。ではインストールセットアップ。パスコード入力しろ。パスコード、ガベージスペースを切り裂いて開け。ハロー。ああ、おし。この基地の全データをガベージスペースに転送開始。ちょっと、私のプログラム使ってるなら私に入力させなさいって。Excuse me? 転送完了。転送完了。ガベージスペース侵入成功。さすが先輩。あとはここから次のディレクトリに。ほう、時が来たら招待するつもりだったが、まさかそちらから仕掛けてくるとはな。おっちゃー、もう見つかった？本来はもう少しこの階層で遊んでいてもらう予定だったのだ。こちらもまだ準備が整っていないのだよ。準備っていうのは何の準備よ。私たちのブレイク修正と関係はあるの？私にはそれを答える権限は与えられていない。私もセキュリティレベルが高いデータの閲覧許可はまだ降りてないよ。二人とも権限がないと言ってる。ならそれを与えるのは誰？さて、急なゲストとはいえ、もてなしの心を忘れるわけにはいかない。ジェントルマン気取りね。本当に紳士なら黙って通してほしいものだけど。通すべきか判断する必要があるのでね。ドレスコードとでも思ってくれたまえ。小隊長君、出てくるのは君だろう。準備をしたまえ。じゃあ見せつけてやろうか。小隊長さん。ええ、私たちのとっておきのドレス。
モビルスーツをね。New mission, Trails of the Land. Yeah, boy. Bruh.